さあ、金モデラーガチヤグラやっていきましょう。さあ、相変わらずノースペイゲンのギア集めなんだけど、なかなかなスペイゲンがたまらないんですよね。お金が足りなくてギアクリーニングをする余裕もないので、ああしまった、ついさっきまで銀モデラー使ってたから微妙にサブウェポンの使い勝手を間違えている。そして新たに追加されたバリアブルが何か引っかき回しをしてくるのではないかという懸念があるけれど、お、でもだいぶ攻めてくれているね。ん、これ来ますね、後ろから。失礼、もういないか、さすがに。一旦失礼しますよ。このずっと同じところに固執していると大概負けるので、どうにかしてどんな方法を用いてでも背後を 裏取りをするような心構えでいきたいと思います。さあ、ガン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 、いい感じよ。乗ってほしい、今乗ってほしい。うそ、どこに隠れてんのこいつ。マジで言ってる今のは。なんか突然下からニュって湧いて出たような印象に見えたぞ今の。ちょうど隠れてたってことだよな。とんでもない位置だな。当たる。じゃあ失礼、上から失礼、上から失礼。あれ、誰もいない。変なところに張り付いてしまった。やめて、死にます。あ、回復させて、後ろ失礼しますよ。おー、ありがとうありがとう。これで一旦、あれ、なんでこんなところに。ジェッパー、久々だな。ジェッパー、ガチジェッパー使いっていうのってあんまりいないよね。もうもはやいないことはないと思うけど。なるほど、ジェッパー。やめて、あばば、あば、きついか。うぅ、こういうところ。うん、ちょ、おぉ、なんだ今の。しかし、味方のボムがあったおかげということなんだろうか。背後、忍び寄ってよろしいですか？あなた動かしてもよろしいですか？こっちから失礼。オーケー、なんか当たったぞ。ガース、素晴らしいガス火。お、第一関門突破している。うん、こっちから来ているのか。それは嫌だな。やめて、やめて。ちょっと怖い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 。あ、動きづらいぞ今。そのスプリンクラーで相手の喧嘩を、喧嘩マン。嘘。撃ってたか、マジで。全然見えなかった。やばいな。爆発した瞬間背後から。9番ボム、こんにちはみたいになってたな。ここやれてるか。スプリンクラーを置いておいて、反対側からも精力的な攻めができるように道作り、今やることか。いやー、蹴るとな。しかしどちらにしろ正面から通り抜けてっていうのは大体うまくいかないもんでよ。あばー、すごくないこれ。こんにちは。当たってない。嘘、当たってなさすぎる。あばー、うーん。マジかよ、どこにもいなかったのかあれ。ちょっと待ってくれ。うわー、全滅してるし。うわあ、てかここから行けないんだなこれ。あー、やばい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 。もう積んでる積んでる、ほぼ積んでるよ。あー、終わったこれ。え、なんだ、なんでこんな微妙なタイミングになってんだ。よう分からんことになったぞ最後。うわー、というか塗り制圧力が半端じゃねえな。出だしから最悪だな。うえー、ちょっと待って、これおかしくないか。なんで味方誰もスペシャル使ってねえんだ。そんなに使えないタイミングだったのか。謎めいてるな。タチウオパーキングか。ここは高低差でチャージャーにいじめられるステージという印象しかない。特に投げボムがないともうどうしようもないしな。そんなこんなでチャージャーが増えるんだよなこの時間帯は。果たしてどうなることやら。てかこの色珍しいな。なんかあんまり出くわしたことのない色な気がする。シューン、取ります。来てますね。ジャージャーがいる。
背後から忍び寄りたいな。お、二人いない？あ、でも三人いない？うん、こんにちは。こんにちは、皆さん。届いてない。嘘背後から三人目かよ。おー、倒してるけど。んー、どうだこれ。でもいっぱいビーコンあるし、飛ばしてもらうか。失礼。うわわわわわ、今のどういうこと？なんかすげえ当たり方したな。いや、一瞬で二人丸ごと持ってかれたか。クイボが一人に当たって、クイボは食らってなかったんだよな。それを、よいしょ。ジャージャーさん、スプリンクラーですよ、実は。一瞬、なんか堂々と自分に向かって投げ込まれるから、あれこれボムかなって一瞬焦ると思うんですが、全くそんなことはない。さてと、ゆっくりゆっくりと攻めていくよ。これ上から多分狙っていきたいところですよね。しかしながら、そんなことは許されないんですよね。届く。このように。よいしょ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 。では、登っていきましょうか。はーい、は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 い。はーい。こんにちは、皆さん。こんにちは、皆さん。あれ？いない。あ、下か。なるほど。下でーす。なんでこんなところに用心棒？あれ、こっちに来てたのチャージャーだけだと思ってたのに、スプラシューターもいた。なんだろうな、行くと二人重なってるっていうことがめちゃくちゃ多いんだけどな。なんなんだろうな。用意周到すぎじゃないか、みんな。なんだろうな。こんな重なるもんかな？俺全然重ならないんだけど。ただ単に行ってないだけか、味方の方に。これタッグマッチじゃないよな。なんでこんなに息合ってるんだろうな、みんな。はーい、は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 い、やめてー。この滑らかに滑り込むように行くというのが楽しいんですよね。こんにちはー。ちょっと待って、これ死ぬ。うえー。マジで一人中に入り込まれてるしな。うわー、これ突破されたか。中に入られてかなり鬱陶しいことになってる。もうでも奪ってはいるね。これはないですよ。ん？また奪われた？よいしょ。リード入っちゃった。一人取ったけどもう一人が着地で残ってる。30か。乗らな、終わらんぞ。よいしょ。さてと、スプリンクラ、もうイカスフィアで爆発した後もうどうしようもないみたいな状況になるの、ほんとやめてほしいな。この辺にいる。登っているか？いない。あれ？もう帰った？もうご帰宅しました？よいしょ、壁塗って、反対から失礼。イカス！イカスー！ここで爆発。ちょっと待って、今の。爆発するタイミングおかしくない？なんかおかしくないか、スプラトゥーン。いろいろとわけわかんねえ挙動しまくってるな。そんなに時間差わかってなかった俺。スプラッシュボム、なんていうの？スプラッシュボムビギナーすぎた今の。うえー、もう、必戦の当たり方もよくわかんねえしよ。味方落ちてねえしな。なんかすっげえ押され気味になってる感じがするのは気のせいだよな、これ。敵陣入り込まないとな。なんかこういうところめっちゃ塗られてるしな。そろそろもう、スペシャル性能アップに変えた方がいいのかな。背後から来ている。お、倒してるね。いいね。こんにちは。こんにちは、こんにちは。ここから進んでいってほしい、マイライフ。はい、はい、はい、はい。こんにちは、こんにちは。行くよ。進んでるよ。背後から進んでいるもう一人の男に気づかないのですよね。このようにね。でもこれで、いける？いるか？奪われてる、奪われてる。取って。ああ、マジで、ちょっと待って。最後。行ってくれ。ああ、くっそ。傘の耐久も間に合わなかったが。ちょっと上にいたレーザーが降りてきてたか、これは。うわぁ、先手で取っただけに、これは嫌だったなぁ。
なんとも言えねえな、本当に。遠い。でもあと一勝すればとりあえずギアはつくな。さてと、今回はもっと生かすフィアを生かす方向でやっていかなくっちゃな。いつも久々にやると生かすフィアのことを忘れているんだよな。どうしてもスペシャルって結構時間が経った後に使えるおまけみたいな、まあ実際そういうもんだからね、なんかそういう意識を頭に持ちすぎている感があるんだけど、プロモデラーだともっと 大胆に使ってあしらっていっていいと思うんだよな。このようにね、ほらね、こんだけあっさり使えちゃうもの。あー、うちょ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 、わー、なんでいるの。なんかな、気づくといるっていうパターン多いんだよな最近。なんなんだろうな、ようあんなと直前まで待てるよなっていうぐらい。プロモデラーだからって言って甘えてんのか。プロモデラーだしな、こんぐらいまで行ってもまあ一瞬で死ぬなんてことないだろうみたいな。まあその通りだから困るんだけどね。よいしょよいしょよいしょ、あ、やめて、死にます死にます。間に合ってねえよ。スプラシューター、またスプラシューターか。このゲームほんとスプラシューターだけで成り立ってる感じだな。うわー、まあリードはいいんだけど、とりあえず第一関門は突破させられたらダメよ。とりあえずここは死守したいところ。まず乗る。なんだこれ、当たらねえな、なんか全然。そして味方のローラーは普通のローラーかな、ヒーローかな、これは。とりあえず真ん中には戻ってるけど、これで貯めたいところか。いるよこれ、悪いが。ちょっと待ってね、こっち側から失礼するよ。届け、届かねえ。あ、でも倒してくれた。あっぶねえ。さすがに犬死にしすりみたいな状況になるのは嫌なんだよな。てか、え、ロボットボム2人か。ロボットボムはとりあえず使えるからな、本当に。奪われてんのか。あ、死ぬ。これ死ぬ。め。身動きが取れねえ。こんなに塗り性能が高いのに、塗りで身動き取れないなんてもう、致命的すぎるな。到着、だんだん進んでるな。とりあえず奪ってはくれてるけど、てかやられすぎなせいで全然スペシャルが溜まってないんだよな。いくよ、来てる、来てはいな、ぶねえ。お、うーん、お、そっちから行くの、届かないよなこれ。よいしょ、ちょっと強気に攻める方が良かったパターンだったね今のは。よし、じゃあここで関門突破しよう。よし、ナイス、行くぞー、行くぞー、我々の本気を見せてやるぞー。いやほー、行くぞー、行くぞー、行くぞー。あれ、お、でも奪われていないのさこれは。よいしょー、オッケー、これで乗ってロボボムは回避して、当たんない。ちょっと待って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 、あ、死ぬ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 。うむむむむ、これ若葉だよな。若葉にやられんのほんと悔しくなるわ。確定数一発しか変わんねえのにな。まあ、大概の武器確定数変わんねえけどな、4か3で。その点で言うは唯一無二だよな、ある意味。確定数5っていうのは。本当にキルを取らせる気ないもんな、この武器。連射速度、今の倍くらいないと、この確定数とブレで相手を撃破するとか無理じゃないって、常々思うんですが、いかがです？ちょっと、あ、死にまーす。溜まってなかった、イカスビア。最悪だ。戻ってきた敵にやられるなんてな、一番微妙な感じになってるぞ。飛ぶんだけど、あんま動いてないな、味方。そんな固定武器ばっかりだったっけ。よし、当たった。レーザーの足止めも効いてるな。よいしょ、一応はこっちの方が有利というか、有利状況を取ってはいるぞ。爆発、オッケー。もっとイカスフィアガンガン使っていかなくちゃな、これ。あとは、それを補佐するために、っていうか、早く貯めるためのスプリンクラー。この組み合わせが、唯一無二の最強性能と言えるところなんだから、そこをもっと活かさないとなって。活かして、活かして。ここは入れておくよ。お、いい着地だ。
そう、他の武器とは決定的に違うんですよね、スペシャルとサブの運用の仕方が。他の武器は、サブウェポンで有利になる、立ち回りをしつつメインウェポンで倒す。時々はピンチをスペシャルウェポンで切り抜けるみたいな。そういった使い方をするのが標準的なんですけど、プロモデラーの場合はそういうものではないんだよな。何よりもスペシャルウェポンを大事に使う。そういう昔ながらの味を一番大切にする老舗旅館、旅館じゃなくて、老舗の和菓子屋みたいな、そういった、いぶし銀な戦い方をしていかなくちゃいけないということを、いつも他の武器を使うと忘れてしまうんだよな。最近他の武器使ったっけ？使ってないのに忘れてるな。ああ、そうか。銀モデラーを使うとサブウェポンがそれなりに強いから、そのキル性能に甘えてしまうんだよね。ただ、金モデラーの場合はそうじゃないっていうことを、よく覚えていかなくちゃいけない。ということを最後に思い出して、美しくスペリオンをついて、今回は終了となるでしょう。はぁ、あ、はぁ、あ、頭じゃなかったんだよな。足についてほしかったんだけどな。はい、ということで、おしまい。